肩の力もあ、ジェイトすごい下向いた時痛いって感じだったんですけど、うんうん、今もスイスイ行く感じが、背筋をこうピンって伸ばしても全くしんどくなくて楽になりました。こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、肩こりと首が少し痛くなってきたので決めました。なるほど。両方辛いっていう感じですか、首も肩も。特に右の肩が痛いです。あ、いつぐらいからきつくなってきたとかありますか。肩こりは5年前ぐらいで、うんうん、首の方は1週間前ぐらいからです。あ、何か寝違えたとか何か原因とかってありますか。子供をこう抱っこを抱きかかえる時に、うんうん、なんかすごい結構グーって痛みが来た感じです。なるほど、はい、ちょっと子育ての疲れっていうところですねかしこまりました。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、はい、まず首をできる範囲でいいので、ね、ぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、逆回してみてもらって、今首が動かした感じ、突っ張る感じとか痛みが出るとか、そういうのはいかがでしょうか。突っ張る感じがありました。ありました、はい、やっぱ右の方が突っ張りますかね。そうですね、はい、うん、です。じゃあ今度横向きになっていただいて、で首をですねゆっくり下向き上向きってやってみてもらっていいですか。この時は突っ張る感じとか痛みっていかがでしょうか。ちょっと突っ張る感じがあります。ありますか、はい、です。じゃあ今から全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくりと左向きます。楽にしてだらーんと肩の力もだらーんと、あ、ジェイト大丈夫ですか。すごい、はい、逆いきますよ。ゆっくりと右向いて楽にしてだらーん肩の力もだらーんと、すごい大丈夫ですか。はい、ちょっと引っ張りますよ。じゃあ一度座っていただいてもいいですか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと胸を張っていただいて、後ろにもたれてきてもらってもいいですか。で首の後ろ、ここで両手を組んでいただいて、指と指をしっかりと結びます。で下向きます。訂正しますね。脇を閉じた状態で、そこからゆっくりと胸を張ります。で後ろにもたれて、もう少し脇を閉じた状態、肩の力だなと下向きます。顎を引いて、でもう一度脇を閉じて、で背中丸めましょうか。もう一度持たれて、少しだけ胸を張る感じ、脇閉じたまま肩の力だな、もう一度背中丸めて、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。で肩の力なんだな、はい、 OK、 手を下ろしましょうか。下向いて顎を引いたまま楽にしておいてください。これで最初と同じように首ぐるっと回してみてもらった感じ、今いかがでしょうか。あ、すごい軽いです。めっちゃ軽いです。びっくりしました。よかったすごい。下向き上向きはいかがでしょうか。あ、なんか全然突っ張った感じしないです。おお、よかったですすごいま、左手をもらいます。手を上げてから腕の力だらーんと楽にした状態、軽くもたえましょうか。手を後ろに回します。肘曲げた状態で背中に持っていきます。ここからゆっくりと後ろにもたれてだらーんと、今度は反対側で寝ていただいてもいいですか。はい、今度右手をもらいます。はい、腕の力だらーんと楽にしてもらって、一度大きく息を吸って、はい、吐きます。
と持たれましょう。手を後ろに回してもらって背中の方に肘を曲げましょうか。背中に持っていきます。でここから後ろにゆっくりと持たれます。
はい、椅子をゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、気持ちよかったです。あ、よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、最初と同じようにまた首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回してみてもらって、今首周りは動かしてみた感じいかがでしょうか？なんか軽くなりました、すごい。よかったです。曲げるときすごい曲げてるって感じだったんですけど、うん、最初は。今もなんかスルーと上がる感じでした。はい、いい感じですね。はい、よかったよかった。じゃあ今度横向きになっていただいて、でまた首を下向き上向きってやってみましょうか。下向き上向きはやってみた感じいかがでしょうか？はい、これも軽くなって、最初はちょっとこう下向いたとき痛いって感じだったんですけど、うんうん、今もスイスイ行く感じがしました。痛みとかは出ないですか？はい、よかったです。矯正術を受けられてるんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか？最初は1回目ボキってなったときすごくびっくりしたんですけど、うん、その後はめちゃくちゃ気持ちよくて、されてる間も寝てしまいそうになるぐらいでした。で終わってからは、うん、なんかこう背筋を伸ばしてても全くしんどくないというか、うん、前はこう背筋伸ばしてたらちょっとこの体勢きついってなってたんですけど、うんうん、今はすごく背筋をこうピンって伸ばしても全くしんどくなくて楽になりました。あ、姿勢も良くなりましたか？はい。良かったです。はい、じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。